じゃあね、またお願いします。はい、後半はですね、まなみさんですね。あ、お仕事をね、獲得するまでに、まなみさんから実はね、不安というかね、まだね、お仕事獲得できないってところのお話から、もうあっという間にお仕事獲得できましたって報告にもらったんですよ。その間ね、すごいなと思って。なので、まなみさん、まずお仕事をね、一番最初に獲得しに行ったのってどんな感じでした？最初は、まあ、自分でまずとりあえず言いふらしてったのもあるんですけど全然まだなんかこうまだそんなに自信もないし入ったばっかりとかもなんかまだ受講も始まってくれないのかそんくらいの時から私 SNS クリエイターになるんだみたいなのをすごい周りには言っていてなんかはい。で、あとはもうそのアカウントが始まって、で、1件目の方は、まあそこで私を知ってくれたのもあったんですけど、はい。2件目の方は、もともとの知り合いから、そういえばなったよね、みたいな感じで。じゃあもうね、最初の声かけというか、もう私は SNS クリエイターしますってところのね、方が覚えてくれてたってことですよね。そうですね。なんかそこを結構、その後も、結構頑張ってますみたいなのをすごいアピールしました。すごいですね。やっぱね、そうやってね、ま、口に出すっていうことも大事ですよね。ね、で、そうそう、あとはやっぱりね、行動がね、継続できないと、ね、なりますって言ってね、そこで行動してなければね、やっぱ認めてもらえないわけで。ね、で、まなみさん、最初におし会社からのお仕事斡旋っていうのがね、センスクレートありますけど、そちらは応募してなかったんでしたっけ？そこは一応応募したことはあるんですけど、ダメでした。それで取れなくて不安でっていうか、みさやさんのところとかに相談行きましたね。はい、2回目はもう自分のところに問い合わせが来たから、そのお仕事をやろうってことに進まれた。すごいですよね。短期間のうちでしたよね。そうですね。あっという間に。はい。そうですよね。なんかね、15日にね、まなみさんが悩んでるなと思ってたら、多分次の日ぐらいにお仕事獲得したみたいなね。そう。やっぱり皆さんね、獲得されてる方っていうのは、まずはね、やりやすいのは、会社のね、お仕事斡旋を受けて、まあ、応募するってとこですよね。で、まなみさんはそこで自信がなくなるんじゃなくって、やっぱり発信し続けたから、お問い合わせの、ね、方も、まなみさんに任せようってなってくるわけですし、でね、お仕事斡旋はもうね、1回でね、めげちゃいけないんですよね、失敗しても。お仕事の斡旋が来て、1回ダメですってなったとしても、1回でめげずに、まあ、最低でも3回はね、めげちゃダメですよね。っていうのはね、私がね、もう2回、3回目でやっとお仕事獲得できたんで、でやっぱそこでね、まあ、自分で行動でアピールしていくっていうのはね、もう継続をすると、やっぱ需要があるので、もう勝手にね、お問い合わせが来ることが今増えてますけど、まなみさんのそのお一人目の方が、もう勝手に連絡来てくれたんですか？ちょっと異例なんですけど、まあ、これご本人から言っていいって言われてるので、はい、DM では来たんですけど、実は同期の方で起業されてて、ご本人が。で、本当の自分のその起業の方のアカウントが回ってないから、やってくれないかみたいな感じで依頼が来て、はい、同期じゃ嫌ですかって最初言われたんですよね。でも、いやむしろ私でいいんですかって言った時に、こうその自分のアカウントを見てくれてたらしくて、そのアカウントを見て人柄も分かったし、絶対この人だったらちゃんとやってくれると思ったから私はお願いしていますって言ってくださったので、じゃあぜひお受けさせてくださいということでお受けしました。すごいですね。そう、やっぱりね、見てくれてるんですよね、皆さん。で、まなみさんどうですか、一つ一つもう毎回悩んで投稿してました、それとももう、ね、えいやって感じでやってます？いや、最初は本当悩んでました。
もうでも悩んでてももうしょうがないし、もう言われたことをとりあえずっていう感じで、だんだん慣れてきた頃にはもう考えずにだいたいできるようになってきました。よかったよかった。そうやっぱりね、最初ね、あのインスタグラムの投稿とかってなってくるとね、あの一個一個悩んで時間かかっちゃってるっていう方がねやっぱり多いんですけども、私もそうだったんですけど、もう例えばもう30分の間に作るとか決めて、でまあある程度できたら私はねえいやってやるようになったんですよね。最初のうちはねもう結構見てもらうっていうか、見てもらえてないんですよね最初。だから、まあまあ、アカウントは整えつつ、ね、発信内容は、まあ、なるべくぶれないように、というところで、まあ、そこもね行動なんですよね。そしたらもう慣れてくるので、ね、モデリングをしたりとかっていうところも慣れてくるので、ね、まあ、スピードも速くなってくるし、それがクライアントさんの、ね、役にもなってくるので、まあね、慣れもそうですけども、ちょっとねえいやって気持ちもね必要かなと思いますね。はい、ありがとうございます。そうですよね。でやっぱね、そう、花見さんどうですか、需要はね、センスクリエイター私はあるあるって言ってるんですけど、どうですかね、需要は花見さん感じます？はい、なんかこのお話を受けた直後に無料相談が一件入ってたんですけど、でその無料相談を昨日して、で今日も実はさっき5万円プランでお願いしますってまた連絡が来たんですよ。なのでやっぱり、この短期間1ヶ月の間に3人来てくださったので、多分結構やっぱり需要は多いのかなと思っています。すごいですね。まなみさんどうですか、まなみさんだからそうなれたんですかね。いや違います、絶対みんな言われたことしか やれてないのもありますし、ね、多分いや誰でもできるやっぱりノウハウをいただいてるからこそできるんだと思ってます。そうですよね、まあ、時間は、ね、かかる方も、ね、いらっしゃいますし、まあ、本業ある方は、ね、やっぱり時間かかるかなと思うんですけどね、まあ、お子さんの、ね、小さいとかもいろいろあると思うんですけど、やっぱりコツコツ、ね、学んだことをやってる方は、ね、成果出てきてるのでね、今ね頑張ってる方たちはね、ぜひぜひこのまま、ね、継続していただけると、今悩んでることが嘘のようにね、成果出てくると思うんですよね。で、エッセンスクリエイターじゃない方はですね、今ね、何をされてるかなっていうのがね、ありますけど、やっぱね、そうですよね、コツコツね、頑張ってることが成果につながるっていう部分はね、やっぱ絶対欲しいので、もしね、なんでしょうかね、悩んでる方とかあればね、相談していただけたらいいかなと思いますしね、まなみさんもね、相談聞くのね、上手なのでね、今回、この話を聞いて自分ね合ってるのかなとか、あと何でしょうかね、まあ、専業主婦で悩んでる方、お仕事どうしたらいいかっていう方とかもですね、何でしょうね、まなみさんとか私とか他の方とかと同じ共通点とかあれば自分も変われるって思っていただいて、ね、話聞いてもらうのも一つかなと思いますね。そうですよね。でまなみさんどうですかね、忙しさは増えたかと思うんですけど、やりがいってどんな感じですか、どんな感じって言ってもね。いやでもやっぱりこう毎日一応日報でこういう感じでやりましたとか、あとこちらからちょっともうこうしていきたいんですけどどうでしょうかっていうのとかやり取りしていく中で、やっぱりいつもありがとうございますとか、毎日ご苦労様ですみたいな感じで帰ってくるだけでも、あ、すごい嬉しいなみたいな、すごいなんか役に立ってるなっていう感じで充実してます。あ、役に立ってるなって嬉しいですよね。専業主婦だとね、役に立ってるなっていう部分がね、社会と離れてるなとか思うとね、なかなかそこがね得られなかったりしますけど、もうね、エッセンスクリエイター毎日感謝されますよね、日報を出すようになってくるし。私もこうね、個別相談とかする立場ですけど、やっぱりね、毎回ありがとうございますとかね、ちょっとでもね、ちょっとかなと私は思いますけど、前に進みましたとかね、気持ち軽くなりましたとかね、言っていただけると、それだけでもね、嬉しかったりしますよね。で、その方たちが成果が出てくるのも見えてくるので、もっとね、やりがい出てきますよね。そうですね。じゃあ、まあ、花見さんね、またお仕事1個獲得ですけど、今後の目標、
まずは SNS クリエイターとしてまず聞こうかなと思うんですけど、うん、はい、SNS クリエイターとしてはまあ継続的に案件をちゃんと得て長い目で収入が取れるクリエイターになっていきたいなっていうのはあります。うんうんうん、そうですね、やっぱりね、何でしょうかね、単発のお仕事じゃないですからね、うん、短期のお仕事でもなくって、やっぱりずっとクライアントさん の SNS 集客、大事な集客ですよね。で、お客様集めで販売の売り上げにまでね、つながるような間のお仕事をしてるわけなんでね、うん、これはなかなかもう頼られたらもう頼られたいっぱなしというか、一緒に頑張っていきましょうっていうビジネスパートナーになっていくので、ね、本当長期的に見るともう長い付き合いですしね、うん、でやっぱりこれってやってもらえると嬉しいこと、 SNS クリエイターっていうのは、まあ、代わりに投稿したりとかフォロー&コメントしたりとか、ね、お客様と何でしょうかね、コミュニケーション取ったりとかいうことをね、代わりにすることができるんですけど、うん、そういうことがねできてくると、やっぱりまなみさんとか SNS クリエイターとかね、欠かせない存在になってるんですよね、お客さん、クライアントさんにとっては。うんうん、でなので、まあ、皆さんね、自信持ってね働かれてますけどね。うん、ね、ありがとうございます。じゃあ、奈美さんどうでしょうかね。1ヶ月でこんなね、大成長したわけですけど、ね、どうでしょう、ご家族の反応とか変わってきました？そうですね。まあ、まず主人に関しては、なんか今まで私が家事をやるのは当たり前みたいな感じもあったんですけど、やっぱりちょっと急こう目の前で作業してたり、そういうのをしてるのを、見てるのもあって、なんかこの前朝ごはんを作ってくれてました。先に起きて。そう、すごい素晴らしい。こんなことあるんだと思って。すごい。嬉しいですよね。今まで学びさん作ってほしいなって思うことありました？ありました。うん、その時なんか言わないとやってくれなくなかったです。言ってもやってくれないぐらいな。そうですね、なんかそして自分もなんかちょっと心に余裕がないので、なんか可愛くお願いとかできないんですよ。なんかみたいな、やってくれるとなみたいな感じになっちゃうんですけど、なんかそこもなんか可愛げがなくて申し訳なかったんですけど、もっとねちゃんとできる、でもそういうのも言わずに察してくれてるみたいなところではすごいありがたいです。嬉しいですよね。そうそう、なんか言わなくてもね、頑張ってる姿をやっぱ在宅ワークって勝手にね見られてるような感じでね、見せてないつもりでもやっぱ見てくれてて、ね、そうやっぱりお仕事に、ね、なってくるとご家族変わってるんですよね、うん、そういう方結構ねいらっしゃいますけど、どうでしょう、お仕事今獲得されてる彩奈さん、この前お話ししてもらったけど、ね、ご家族また変わってきましたかね。そうでもないこの短期間の間だから、これ以上ないかなそうですね、うん、なんか前回と同様です、まだいやね、彩奈さんそうでしたよね。彩奈さんがお仕事してる土日に、まあ、お子さん連れてご主人がね遊びに行ってくれたとかね、そういうのもありましたよね、はい、うん、でやっぱりママもね、主婦も皆さん、やっぱ収入を得るって大事ですよね、うん、専業主婦で頑張ろうと思って専業主婦になった方、結局収入がないので、もう自分もストレスだし、ご主人もね、最初は認めてくれたと思うんですよね、専業主婦でいいって、うん、認めてくれたとしても、やっぱりね、お金のところで余裕さがお互いなくなってきてしまって、うん、自分は、家事、ご主人はもうお仕事みたいなね、ズバッと分かれるみたいな、うん、って感じで、まあ、距離ができたりとか、やってほしいのになっていうところがうまくならなかったりとかしてた経験があるんですけど、うん、まあ、悩み聞いてるとね、そういう方も結構いらっしゃるなと思ってるんですけど、うん、やっぱり収入を得てくると背中見てもらってるので、うん、そのね、まなみさんのようにもう言わなくても察してもらえる、うん、っていうのね、まあ、皆さんね、結構ね、なんでしょう、SNSクリエイターを通して家庭まで変わってきた
で子供も最初はね、何でしょう、お仕事してる時に、まあね、ちょっと時間ちょうだいっていうのが申し訳ないなって思ってたところでも、家族に反映で還元ですね、還元って言っていいのかな、できますよね。このママがお仕事をしてるのは子供のね、例えば今までだったらお菓子買うにもそれはちょっとねまだダメとか、ね、なんか頑張ったらとかね、なんかちょっと条件つけたりして、なんか先延ばしにねしたりとかね。天波さんもありました？あります。もちろん、うん、でもその辺がご主人のお金じゃなくて自分がね、お金を得たものから出そうと思うと、その自由さもね増えてるので、で子供にもお仕事をしてたのがね分かってもらえるんですよね。何のためにママはこの前ねお仕事をするための時間をちょうだいって言ってたのかが、うん、その辺がね後で分かってもらえる部分になってくるのでね、うんうん、いいかなと思いますね、うん、あとはねやっぱり皆さん時間管理悩みますよね。そうは言っても、うんね、お仕事増えてくると時間管理悩んでくると思うんですけど、まなみさんいかがですかね、自分で調整できてます？ちょっとゴールデンウィーク中は本当もうちょっとめちゃめちゃで、ほとんどが深夜帯に自分作業っていう感じになってしまったんですけど、またちょっと日中みんなが出てってるので、もうその間ですね、はい、午前中の家事終わった後とか帰ってくるまでの時間をすごいフル活用して極力夜に持ち越さないように、はい、頑張っております。頑張ってますね。お外で働いてた時と比べるといかがですか？そうですね、やっぱり通勤時間というか通う時間がないっていうのがすごい、もう自分で始めるぞって思った時に始められるから、うん、すごい時間の無駄がないなっていうのは感じてます。うん、あ、そうですよね、うん、時間ね、そうですよね、通勤時間って結構無駄ですよね、うん、特に自転車とかだったらね、もう漕いでるだけですもんね。歩きながらね、スマホ見るってこともできないですしね、車だったらなおさらできないし、まあ、電車だったらね、エッセンスクリエイターとしてのお仕事が、ね、できるかなとかね、また選んでこれますけど、うんうん、そうですよね、そうやってね、まあ、自分で無駄だったなって思う部分がですね、もう仕事になれるわけですし、あとは家族とかのね、時間にも回せたりできますしね、うんうん、そうですよね、ありがとうございます。はい、じゃあ、まなみさん、いかがでしょう、まなみさんね、まあ、前までは悩まれてたところから、今ね、こうやってお仕事を獲得していって行かれてますけど、まだね、やっぱり悩まれてる方の気持ち覚えてるかなと思うんですけど、うん、どういうふうにね、慣れてくるかなとかね、皆さんへのちょっとメッセージとかあれば、教えてほしいなと思うんですけど。そうですね、なんか、まあ、悩んでてもしょうがないっていうのもあるんですけど、その時間ももったいないですし、でも、なんか私にはできないかもしれないじゃなくて、なんか私にもできるかもしれないみたいな、そっちのプラスの方に考えてた方が自分にとってもすごいいいのかなっていうことは思います。なるほど、ありがとうございます。ね、私もね思うんですよね、やっぱ最初はね不安ですけどね、それはもうやるしかないんですよね。不安を消すにはやっぱりね、進んでいけば、一個ずつ進めていって、一個ずつね、解決していって、で、お仕事につながっていくことをしてるわけなのでね。うん、そこは自信持ってほしいし、まなみさんもね、最初は専業主婦で、子供がいるから働けないと思われてたところ、まあ、センスクリエイターになって講座始まって、もうね、2ヶ月目でお仕事獲得して、で、3ヶ月目でもね、お問い合わせが来ているような状況なんで、まあ、まなみさんだけじゃないんですよね。うん、こうやってエッセンスクリエイターは、うん、あやなさんもねこの前発表してくれましたけど、エッセンスクリエイターコツコツね継続してれば、まあ、成果が出るんですよね、本当に、うん、だからそこは皆さん自信持って自分でもできると、うん、思っていただければね、うん、いいかなと思いますし、やっぱね途中悩みますから、悩んだらやっぱりこうやってね同じ悩みだった方とか、まあね、仲間とかで先に行ってる方にちょっと相談すると解決のスピードが早まりますからね、まあ、相談はね大事だったと思いますね、うん、はい、で講座のねセンスクリエイター講座の中にはサポートラインっていうねすごいのがありますのでね、皆さん活用、ね、センスクリエイターの方は活用されてますかね、うん、この質問もねやっぱりねその方々でねスピードが違うんですよね、解決スピードが、うん、やっぱりね、何でしょうかね、自分の質問の仕方によっては相手からの質問もね変わってきたりしますから、
なんて言うんでしょうね、質問の仕方としては、もう丸投げでね、ここが分かりませんでしたって言うと、相手からね、的確なアドバイスが来なかったりしますよね。なので、悩んだときは、ここまでやってみて、こういうふうにやりたいんだけど、できませんでしたので、ここら辺を教えてくださいとかね、具体的に言うと、ここら辺を教えたらいいんだって相手には伝わりますから、もしサポートでうまく使えてない方は、質問のね、仕方を変えてみてもらって、いくといいかなと思いますね。まあ、とにかく質問質問はね、大事だと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあね、ここでまなみさんの対談をおしまいにしようと思いますけど、はい、あとね、もうちょっと質問タイムもね、設けようと思いますので、はい、お願いします。ちょっと一回ね、録画機止めたいと思います。ありがとうございます。